アマコーインター解散発表。お笑いコンビアマコーインターが28日吉本興業の公式サイトで3月末に解散することを発表した。吉本興業公式サイトによると、弊社所属アマコーインターは2024年3月末日をもちましてコンビを解散することになりましたのでご報告いたします。聖子と渚はそれぞれの道を歩んでいくことになりました。聖子は当社とのマネジメント契約を終了し、渚は引き続き当社所属のまま活動してまいりますと報告。ツッコミ担当の渚は、おそらくスムーズに起用にはいかへんと思いますが、変わらず人生において泥水をすすり、まずければ唾を吐き捨て、泥水を透明にして目いっぱい美味しい泥水を飲むという作業に時間を使い、楽しく気を狂わせたいと思いますと今後への意気込みを述べた。ボケ担当の聖子は今後フリーで活動していくことを明かし、今までの経験や思いを大切にしながら枠にとらわれずに私らしく輝きたいです。そしてみんなも自分もワクワクする活動をしていきますとコメントしている。